こんにちは、岩田千吉です。本日は FX 市場から退場せず成長し続けるために必要なポジション管理とロスカットの方法とはについて、初心者向けピックアップ記事の深掘り動画を紹介したいと思います。自己紹介です。金融、経済、資産運用、トレーディングに関するコンテンツ制作会社を運営しています。現在はマネイクへの記事執筆や編集に携わっています。初心者向けピックアップ記事の深掘りシリーズとは、私がマネイクの方に寄稿させていただいているこのような記事を動画を使って解説していこうというシリーズです。本日の深掘りテーマはポジション管理とロスカット設定です。マネイクの方にファイナンス、 FX の市場から退場せず成長し続けるために必要なポジション管理とロスカット設定の方法とはという記事が確認できます。 Google で FX 成長ポジション管理ロスカット設定、このキーワードで検索をすると一番上に出てくる記事かと思います。まず結論から先に述べさせていただきます。ステップ1、毎月の損失許容額を設定する。ステップ2、自分が取引する損切り値幅を決める。ステップ3、ポジションサイズを算出する。それではステップ1の毎月の損失許容額を設定するの解説に行きたいと思います。こちらは前回の動画の復習になるんですけれども、毎月の損失許容額を決める、損失許容額分の資金を毎月 FX 口座に自動入金するようにする、毎月の損失許容額を守る取引をする、こうすることによって FX 市場から退場せずに成長し続けることができます。この色のついた四角形を毎月の損失許容額とします。毎月の損失許容額というのは、毎月その金額を失っても平気ですかというふうに自分に問いかけたときに、あ、このぐらいなら大丈夫と思う金額が毎月の損失許容額です。12ヶ月連続で丸万円損失しても平気、ここの丸のところに入る数字が毎月の損失許容額の目安です。人によっては毎月1万円損をして、1年間連続で1万円損するぐらいだったら大丈夫だなっていう人は、その1万円が毎月の損失許容額です。12ヶ月連続5万円損してもいい人、その人にとっては5万円が毎月の損失許容額です。ここで注意していただきたいのが、俺の毎月の損失許容額は5万円だ、なるほど、だから5万円分の損失をしていいのか、こんな風に考える人がいますが、これはよくありません。1回の取引で月の損失許容額分のリスクは取らないということが大切なところです。ここをもう少し深く解説していきます。毎月の損失許容額を分割して1取引あたりの損失許容額を計算しましょう。毎月の損失許容額について、その金額を4分割したら週ごとの損失許容額になります。ウィークリートレーダーであればこのくらいの目安を持っておくといいでしょう。さらにこの毎週の損失許容額を5分割したら日ごとの損失許容額になります。四角一つが1日分の損失許容額ですね。デイトレーダーであればこのくらいの目安を持って取引されるといいと思います。つまり毎月の損失許容額から自分の取引スタイルに合った1取引あたりの損失許容額を算出してください。ここは人それぞれ変わりますので、しっかり自分で計算してみてください。週に1回ぐらいしか取引しない方はこの毎月損失許容額を4分割する、1日に1回は取引するなという人は週ごとに分割したやつをさらに5つに平日の5日間分分割して1日の損失許容額を計算してください。ステップ2、自分が取引する損切り値幅を決める。損切り値幅はどのくらいがちょうどいいんでしょうか。1銭、10銭、100ピップス、どのくらいが損切り値幅としてちょうどいいのかっていうのは自分の取引スタイル、つまりいつも見ているチャートから決めましょう。どういうことかと言いますと、
このチャートはドル円の1分足のチャートです。ドル円の1分足のチャートで取引される方、ここで 107.257 円で買い、だからこの上の部分で買いとした人にとって、このチャートでじゃあどのぐらいが撤退ポイントだろうって考えた時、私としてはちょうどここ揉み合っているこのぐらいのところまで下がったらもう撤退しようって考えます。なのでこの1分足チャートで取引する私にとっては、損切りの値幅は約5000くらいになりますね。次のケースです。次のケースはドル円の4時間足のチャートです。この時4時間足で取引してて、このケースの私は 107.257 で買いました。4時間足で取引するケースでは、1ヶ月前の安値圏で撤退するって考えた時は、この辺が撤退ポイント、損切りラインっていうふうに考えられますよね。そうすると損切りの値幅は約20銭になります。損切りの値幅はチャートから決めましょう。損切り貧乏に注意しましょう。自分の取引スタイルに合ったチャートを見ずに損切り値幅を決めると、時間軸に対して損切り幅が浅くなってしまい、損切りが発生しやすくなります。こういうのを損切り貧乏と言いますので、しっかり自分が毎日見ているチャートを見て、どのぐらいが撤退ポイントなのか、そこを目視して損切り値幅を決めましょう。ステップ3、ポジションサイズを算出する。ここはポジションサイズを決めるではなくて算出するになってます。これはどういうことかと言いますと、実は損失許容額と損切り幅が決まれば、ポジションサイズは1位に決まります。この色のついた四角形の面積を1取引の損失許容額とします。損失許容額を面積とすると、縦幅が損切り値幅、横の幅がポジションサイズというふうに考えると、面積の公式が使えるんですね。面積の公式は縦かける横ですよね。損失許容額っていう金額は縦、損切り値幅かける横、ポジションサイズ、この計算で計算できます。式を変形すると、横の長さの公式は面積から縦の長さを割ると横の長さが出ますよね。同様にポジションサイズっていう横の長さは、損失許容額っていう面積から損切り値幅っていう縦の長さを割れば、ポジションサイズは1位に決まります。ステップ1とステップ2で損失許容額を決めました、損切り値幅を決めました。つまりこの2つはすでに決まってます。すでに決まってるので、ポジションサイズは自動的に1つの値に決まるんですね。このように考えると、ポジションサイズっていうのはどのような値になるかと言いますと、色のついた四角形の面積は左の面積も右の面積も同じ面積です。同じ損失許容額ってことですね。ある時損切り値幅を深くした場合、ここが長くなったってことですね。ここが長くなると、左の面積と右の面積は同じなので、ポジションサイズの横の長さが短くなります。これは値幅を深く取るとポジションサイズが小さくなるっていうことを表してます。同様にある時損切り値幅を浅くした場合、例えば5分足を見るとか1分足を見るとか、そういう時間軸が短いチャートで損切りを決めた場合は、だいたい値幅は小さくなりますね。損切り値幅が小さくなった時は、左の面積と右の面積は同じ面積なので、同じ面積になるにはポジションサイズっていう横の長さが長くなります。つまり値幅を浅くするとポジションサイズを大きく取ることができます。このようにポジションサイズっていうのは最後に算出されるっていうことについて、あるファンドマネージャーの言葉を紹介したいと思います。コルム・オシアというジョージ・ソロスの元部下で、ロンドンを拠点として自身のファンド会社を立ち上げ、数々の伝説を作ったディーラーです。彼の言葉なんですけれども、まずどこまで行けば自分は失敗したと考えるか明確にする、次に損失総額を算出する、最後に損切り値幅を決めれば取引のサイズが自動的に決まる。私がよく目にするのは、多くの人が間違えて逆の順序で考えている。ポジションサイズをまず決め、
損失のレベルを決め、最後にストップのレベルを決めている。これがファンドマネージャーの言葉で、私が解説した内容が表されてますね。私も最初の方は、 FX を始めた最初の方は、まずは何枚持とうかなというふうにロットから決めてました。ただロットから決めると過度なリスクを取って危険な取引をしている可能性があるので、ロットは最後に決めましょう。どんなふうに決めればいいかっていうのは、ここのまとめで書いてあるように、ステップ1、毎月の損失許容額を設定する。ステップ2、自分が取引する損切り値幅を決める。ステップ3、ポジションサイズを算出する。ステップ1とステップ2で損失許容額と損切り値幅を決めれば、最後にロット数が計算できます。このようなステップを守って取引をすると、大きな損失を被る可能性が低くなりますので、 FX 市場から退場しにくくなり、コツ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 と経験値を積み上げることができます。今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。もしこの動画が良かったなという方は、 Twitter などでシェアしてくださると嬉しいです。高評価、コメントもお待ちしてます。マネークチャンネルのチェックもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。